ジャパンカップ。上田師匠、情けない試合だなんてとんでもないです。来ました、ベスト4。ベスト4進出ですよ。夢が見えてきましたね。まあ運よく来たっていう感じですよね、本当ね。まあ、予定通り試合が行われてれば、結果がこういう状態ですからね。もう準決勝はエース松橋が来ますんで。来ますか。ピッチング期待したいと思ってます。これ相当期待大ですね。次勝てば、そうですね、夢のプロスターですよ。はい、まあ、夢の夢だと思うんですけど、まあ、とにかく次は締め直して頑張りたいと思いますけど、はい、集まるメンバーによって極端に試合結果がこういう風になってしまうというのは。なるほど。まあ、次は安定したゲームをしたいと思います。そうですね。はい、最後に全国の女性ファンの皆様に再びメッセージの方をお願いいたします。我が藤井アーズ、20代から50代まで独身男性たくさんいますので、ぜひパートナーを求めている方は藤井アーズまで、こちらまでまたお問い合わせをしていただければ、独身男性みんないますのでよろしくお願いします。これだけは負けないぞっていうメンバーの特徴ございますか。まあ、勝っても負けても明るいっていうことだけですね。なるほど、はい、大事なことですよね。本当に今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。上田師匠でした。いや、このままシリーズ化しましょう。いやー、藤井アーズ不戦勝でベスト4進出。前回決勝は大敗でした。運も向いてるんじゃないでしょうか。上田旋風どこまで続くのか、やみません。携帯で連絡してます。勝ったぞと報告してるんでしょうか。メンバーには全日本プロレス社長、それから昨年までは新日本プロレスの西村治選手もいたという異色のチームです。